川原慶河万延元年以降は、江戸時代後期の長崎の画家である、出島出入絵師として、風俗が、肖像画に加え生物の詳細な写生図を描いた。意名は種美、通称は、昇るよすけ。慶がは郷である。別号に長月郎主人。後に、田口聖を名乗る。息子の河原路田にも父に学び、洋風画を描いた。東蘭漢図。 玉月津津長崎の今下町に生まれる。父、川原香山も町絵師であった。文化8年頃、当時の長崎で絵師の第一人者として活躍していた石崎雄氏に支持し、頭角を表す。出島オランダ召喚への出入りを許され、文化14年、来日したブロムホフの家族肖像画などを描いたほか、長崎の風俗画や風景が、出島での召喚員たちの生活等を描いた。 ケーガは異国の風俗と日本の浮世絵を融合させた独自の画面を作り出した。文政6年にシーボルトが召喚付け医師として来日した。ケーガは日本の動植物等を収集し始めたシーボルトの注文に応じ、日本という本の差し絵のために精細な動植物の写生図を描いた。文政8年にはジャワ島バタビアからオランダ人の画家でフィレーネフェを招聘。 彼から洋風画の画法を習得している。また、文政9年のオランダ商館長の江戸散布にシーボルトに同行し、道中の風景が、風俗が、人物が等も描いた。これらに使用された紙、顔料、支払われた給与などは、オランダ政府から支給され絵図のほとんどはオランダへ、発送された。文政11年のシーボルト事件に際しては、 多数の絵図を提供した経画も長崎奉行所で取り調べられ、叱責された。シーボルト追放後、シーボルトを慕う人々によって、鍵たばこ入れが、シーボルトのもとへ送られた。この鍵たばこ入れの蓋には、経画が死体を描いた楠本滝と、楠本稲の肖像画が表裏に、螺鈿細工で表されている。その後も、シーボルトの後任となったハインリヒビュルゲルの指示を受け、 同様の動植物が、写生図を描いた。天保7年、経画写真層という植物図譜を表す。天保13年、オランダ召館員の依頼で描いた、長崎構図の船に当時長崎警備に当たっていた、鍋島市と細川市の家門を描き入れた。これが、国家機密漏洩とみなされて、再び捕らえられ、江戸及び長崎所払いの処分を受けた。 高下3年に長崎に戻ったとも言われており、長崎を追放されていた経画は、長崎半島南端、野茂崎地区の集落の一つである脇岬に向かった。脇岬、観音寺に残る天井絵150枚のうち5枚に経画の落款があり、50枚ほどは経画の作品とも言われる。また、この頃から別姓、田口を使い始めた。 その後の消息はほとんど不明で、正確な没年や墓も分かっていない。ただし、火影6年に来航した、プチャーチンの肖像画が残っていること、出島の日常風景を描いた、東蘭漢図は開国後に描かれていること、経画の落観がある、万円岩連作と推定される絵が残っていることなどから少なくとも75歳までは生きたと、されている。 一説には80歳まで生きていたと言われている没となる。トーラン蘭ン図、蘭仙入構図経画は伝統的な日本画法に西洋画法を取り入れていた。また、精細な動植物図についてはシーボルトの指導もあった。日本に現存する作品は約100点だが、オランダに送られ、ヨーロッパ各地に分散した経画作の絵図は6000から7000点とも言われている。 経営画が描いた動植物図のほとんどはオランダに送られ、シーボルトラの著作である日本動物史等の図として利用された。標本がなく、経営画の写生図をもとに記載された海ヒゴイパルピニアスクリスプラーランなどの例もある。これらはライデン国立自然史博物館に所蔵されているが、その精密な図は今なお生物学者の使用に耐える標本図となっている。動植物図以外にも、 長崎をはじめ日本各地の風俗画、風景画、肖像画などが多数残されている。東欄缶図は長崎歴史文化博物館肖像で国の重要美術品に認定されている。他にシーボルト肖像画、デジマズ、福岡市博物館像などが代表作として挙げられる。ありがとうございます。